the LA Dodgers. I am beyond ecstatic to become a member of this historic franchise and cannot express how much it means to me to be able to call Los Angeles my new home.たくさんの、方々のおかげで今、僕はここに、いることができています。 I am able to stand here today because of the many people who have helped me along the way、何度も、日本に来ていただき、このような、高く、評価をしていただき、メジャーリーグで、プレーをする機会をくださった、ドジャースの関係者の皆様皆様に、本当に感謝いたします。I am truly grateful to each and every one of the Dodgers staff members for repeatedly going over to Japan to see me play, and not only giving me this opportunity, but thinking so highly of me as well.、そして、今回のメジャー移籍に際し、たくさんのチームが、興味を持っていただき、熱心に誘っていただきました。本当に選手冥利に尽きる1ヶ月でした。 Throughout this posting process, many teams showed great interest, and each recruited me with great enthusiasm. It was a month that made me feel greatly overjoyed. どのチームも、それぞれ素晴らしい魅力があり、最後の最後まで悩み抜いた結果、断りせざるを得なかった、チームの皆様に関しましても、貴重な時間を僕のために割いていただき、本当に感謝申し上げます。Every team I met with had many great qualities. After much consideration, I unfortunately had to decline their offers, but I truly appreciated all the time and resources everyone spent throughout this process. さらに、今回メジャー移籍にあたり、僕の希望を最大限に叶えるべくご尽力いただきました。代理人のジョエル・ウルさんをはじめ、バスターマンの皆様、これまで僕の野球人生に関わっていただいた、全ての関係者の皆様、そしていつも変わらず、見守ってくれている家族の、皆様にこの場をお借りして感謝の気持ちを伝えたいと思います。今日からは、ドジャースの一員としてワールドチャンピオンになれる、ワールドチャンピオンになるために、もっと野球が上手くなれるよう新しい毎日を過ごしていくことを、ロサンゼルスのファンの皆様にお約束します。今日からは、本当の意味で憧れるのをやめなければいけません。自分自身が憧れてもらえるような選手になれるよう、頑張ります。自分の中で、本当に勝ちたいという気持ちと、また勝ち続けたいという、ところがこう、すごく自分の中でも優先順位に置いていた決断の理由だったので、やっぱりそこに、一番近いのは、ドジャースじゃないかなと感じたので決断しました。やっぱり本当にこうフロントの皆様と、お話をさせていただいても、やはりその勝つことへの強い気持ちをすごく感じましたし、やはりそういった選手の、皆さんも同じ気持ちで戦っているんだなっていうのは、はい、すごく感じました。そうですね、本当に、報道にあった通り選手にお会いさせていただいて、ゆっくり話す機会も、いただいたのももちろんすごくチームの雰囲気だったりも、感じ取れてすごく良かったですし、やっぱり何よりそのフロントの皆様がすごいこう、人としてもすごく信頼が、できるなと感じましたし、この先の何年かの野球人生を任せられるなと、はい、感じました。そうです。
ですね、まあ、それが理由で決断したわけではありませんが、まあ、僕が19歳の時にもここでプレーオフを、観戦して、そこで前田健太さんが、登板しているのも実際に、見ましたし、やっぱりその時から、まあ、メジャーへの思いはすごく強くなったと思います。やっぱりもう本当に全てが、変わりますし、やっぱりこう生活する国が変わるっていうのもやはりすごく大きなことだと思うので、まあ、そこに向けて、まあ、食生活であったり、まあ、その中4日に対応するためのトレーニングだったり、いろいろと、試行錯誤はしてきましたけど、まあ、これから、またスタートするということで、まあ、チームの皆さんと相談しながら、いろいろ試しながら、はい、最善を尽くしたいと思います。他のチームを選んだとしても、もしかしたら僕はまあドジャースを選んでいたかなと思いますけど、やっぱり大谷さんは、まあ、日本人選手としてだけではなく、やっぱりメジャーリーグの中でも、トップ選手だと、思っているので、まあ、本当に、まあ、大谷さんがドジャースを選んだっていうのは、はい、すごく、まあまあ、決断の一つの理由とはなりました。まあ、ミーティングというか、まあ、球場でお会いした時には、まあ、本当に悔いのない、決断をしてねと、まあ、またその中で分からないことがあったら何でも聞いてねと、はい、そう言っていただきました。やっぱり皆さんも、まあ、勝ちたいという同じ気持ちで、はい、応援してくださっていると思いますし、はい、僕も、勝つために来たので、はい、その全力プレーの、はい、その姿勢を見ていただきたいです。まあ、本当にすごく高く評価していただいたなと、まあ、本当にそこに感謝していますし、はい、これから、まあ、僕はまだこっちでプレーしてないので、これから